お疲れちゃんのスラップです。というわけで今回もねクラッシュライルやっていくんですけど、今日はね 2.5 個目で方式はい使っていこうかなと、まあ、思います。まあ久しぶりにねウォールブレーカーもはい使うんですけども、まあメインはねこいつかなと思ってます。というわけでちょっとね中型スペルもないし、結構まあ尖ってるというか高回転でまあむずいデッキかなと思うんですけど、まあ頑張っていきます。はい、というわけでまあアイグレがねちょっとこのデッキのこう珍しいところかなと思うんですけど、このローラーは多分違うローラーだよね。多分普通にローラーだった気がする。プロのはね多分違う別の方っすねこれは多分。はい、よろしくさやっていきます。アイゴレがねこうまあベビーとかやっぱ小物が多い分、相手の範囲攻撃系のね見たらネクロとかウィザードとか、まあ、あんまいないんですけど、そういうのに対してのこのアイゴレが優秀ですね。またタルババもか。はい、大事になってくるかなと思います。でまあ結構両サイドにしっかり振っていきたいですね。こう左右に左右になんかやっぱイモられると最後の最後に削れないっていうのが、まあこういったデッキのこうまあ言ったら弱点的なところなんで、しっかり両サイドに振ってとか言ってまだ全然今両サイド振ってないんですけど、両サイドに振って最後ねどっちでも落とせるっていうのが理想かなと思いますね。ゴブリンたまたまこれ一回飛ばして、あ、ザップっすね。これ一周また回った?あれ?回ってないか。最後で釣りからの、ロイホグですね。これはちょっとええ感じに、いや、いらなかったかな。いらなかったですがありますね。アイゴレも若干残ってますし、まあ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 。ええ感じですね。マジやっちゃ、ロイホグですね。はい。ロイホグなんで、まあ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 、タルババでできるだけマジチャを処理したいですね。なんでこの手札だとちょっと暇なんでディガーでも投げときながら、さあ、あ、これコウモリでいいんじゃないの?さあ、いい感じですね。ザップでしたね。うい、ザップが早い。まあ、ザップ使ったということはですね、まあ、ダクプリがいるんで、ダクプリがいますね。はい。これを延命してからの、なんか多分クエイクとかワンチャンありそう。基本的に多分ありますね。流行りのやつかな?流行りのやつちょっと違うか。ザップだったんで、ダクプリも裂いて、多分完封機かな。ボムタワーか。はいはいはい。まあまあ、理由でダメージ勝ってますからね。ちょっと怖いですが、さっきのね、あの、こう、早いザップはね、ちょっとうまいですね。あれとかちょっと警戒したいですね。まあでもこれにザップを使わざるを得ないと思うんですけど、マジアチで処理してくるタイプですね。これも、ウォールブレイカーまで飛ばして30し、いい、もう一発ナイス。こボムダーでイモりましょうか。イモってこれね、正直ローフグがどうでもいいんですね。ローフグがほぼ処理できるんで、問題は後ろのねこっちっすね。マットはそうっすね。この30しさえ OKOK、 いてぇいてぇ。まあまあまあ、これはもうロケ砲で削っていきたいですね。アイゴレに打って、あ、ゴブリンが事故ってる。ラッキー来た。これは、届くか?残り20。でもこのデッキの弱点はスペルがないんですけど、危ねえ、ラッキーですね、まあ。グッドゲーム。というわけで、まあ、ロイフ系はちょっと相性良さげですね。まあ、何がきついんだろうね。やっぱこう、しっかり型作ってくる系が、あ、ヤナメですね。ヤナメ1枚だといいんですけど、ヤナメ入りデッキって基本的にザップ系が入ってるんですよね。なんで、ヤザップ系が来るとちょっと辛いかなと思います。はい、ラッキー。来た。で、ここで、ディガーコウモリの無視できない攻めを一回して、これ無視したら、言ったらほぼタワー1効果になるんで、OK。ここでトルネード使ったってことは、まあ、奉仕とかしっかり来てくるかなと思いますね。ゴムタワー置いて、奉仕置いて、OK。これでもうあとなんか来たらアイゴルで釣れば、釣るか。まあ、盾してコウモリがね、コウモリがちょうどないですね。ちょっとやばいけど。あ、でも奉仕がなんかいい感じに活躍してますね。え?やばくない?これ、奉仕の火力。奉仕の火力が多分思ってる以上に高いですね、僕らの。これで多分、まあ、一発は OK。さあ、で、ここで、僕の、ね、あるあるします。こっちからの、テテテン。来た。でででん、タルババで防衛できたと思ってるんですけど、2発も入るっていうね。これ相手の2コス無駄にしつつ、さあいい感じですね。ダクネも処理できたんでカウンターも繋がってこない。
今のはね、ちょっと綺麗ですね。はい。というわけで、残り1500、スプレないんで、早くない？さすがに早くない？まあ、まあ、ラッキーっすね。ちょっと、あざますというわけで、まあ、ちゃちゃっと試合終わりの、というわけで、この試合、農館で残り2試合しますか。さては4連勝動画になるかもっすね。もしかしたらね。はい。ちょっとね、じゃこの、素人っす間に、一つ、久しぶりに、Amazon あるじゃないですか。いろいろね、買ったり頼めるやつ。久しぶりに Amazon 今回使ったんですけど、欲しいなと思ったものがあったんですよ。なんか日常生活品とかじゃなくて、別に、まあ、なくてもいいものなんですけど、もう、僕めっちゃハマってるものがあって、これ今したことはない、今見たことあるものなんですけど、YouTuber のね、で、いろんな YouTuber がちょくちょくやってるか。ですけど、これ、ゼノって知ってますか？ゼノっていうカードゲームなんですけど、オリラジの、あっちゃん、中田さんが、開発されたゲームなんですけど、知ってますかね？多分知ってる人多いと思うんですけど、どうなんだろう？あんま興味ないのかな？みんな。あ、でもこう、ヒカルさんとか、あとメンタリストのダイゴさん、そうですね。ダイゴさんだっけ？あれ？合ってるよね。メンタリストか。メンタリスト、はい。ダイゴさんとかが対戦してたやつなんですけど、カードゲーム、めっちゃこれがね、カードゲーム、誰もが好きじゃないですか。僕もこう、遊戯王とか、そういうのこう、やってきたぜなんで、結構そういうの好きなんですけど、まあ、シャドバとかね、あと何があるかな。わかんないですけど、まあ、言うて、なんかいろいろあるじゃないですか。で、カードゲームなんですけど、これ頭めっちゃ使うんすね、今回のこれ。なんかまあ、普通にカードゲームってもともと頭使うじゃないですか。まあ、なんですけど、こう、運もありますけど、こう、友達とバトルして、ね、わちゃわちゃしてとかありますけど、もう、すごいなんかこの、心理戦と、まあ、あと頭使う系なんですけど、僕超好きなんですよね、そういうのが。なんか、頭使う対戦系みたいなのが、まあ、別に頭マジで良くないんですけど、全然良くないんですけど、ただただそういうのが好きなだけなんですけど。ちょっとね、そのカードゲーム、別にもちろん2人いないと対戦できないですよ。対戦カードゲームなんで。なんですけど、変えましたね。対戦相手はいないんですけど、捕まえます。やろうって言っても多分、そのやろうって言って呼んでも誰もやってくれないんで、僕の周りね。名前あんま出さないですけど、本当に。ライキさんぐらいしか、僕の相手してくれないんですよね。みんな、ちょっと、いいやって言ってくる人なんで、ちょっと、遊んだ時にでもね、ちょっと、無理やり、やろうかなと思うんですけど、マジめちゃくちゃ楽しいんですよ。楽しい。見てて楽しいんで、やって間違いなく楽しいゲームなんですけど。ゼノ、調べてください。ぜひ。オリラジの中田あっちゃんと、メンタリスト大悟さん、かな？ちょっとなんかね、事故ってるけど、まあいいや。が対戦してるのあるんですけど、あれを見ると、うっすげーってなりますね。なんか、興奮しますね。憧れますね。なんか、かっこいいなーってなりますね。僕、ああいうのいいなーって。フェイフェイフェイ。なんかこれ、あれっすね。なんか、すげー勝てそうだなーって思ってたけど、ちょっと怖いっすね。うい！危ねー！多分相性めっちゃいいんすよね、これ。よく考えたっすけど。相手メガナイトスケバレで、よいしょ、この胞子を処理できなくて、みたいなね。胞子潰しにリガーが来る。アイゴルで釣る。え？ちょっと待って、なんで？やばい、なんか、事故ってる。まあ、一回耐える。一回耐える。もう一回耐えの時間ですね、今。いや、勝てますよ、これは。タルババがないけど、胞子が生きてる。これ左、じゃ右無視できないから、もう一枚ぐらい裂いてくれそうですね。許容からの？やべ、待って、そういうことね、これ。さて、このデッキあれか？回転早すぎて暇になっちゃうデッキ説ありますね、これ。まあでもなんか、ディガ防衛使ってる、ラッキー。ザップ使ってくれない。めっちゃ来た。これいらない。え、待って、本当することない。これどうします？積んでるんですけど、逆に。
逆に積んでるっていう新しい。だけどまあでも相手あっちも忙しいですからね。相手なんか両サイドしっかり防止しないといけないんで、ここもディガーで削ってきてる。見逃さない。攻める。あ、これ入りますね。いいね。さあ、まああとちょっとですが、僕はこの後ちょっとなかなか削れない。さあ、一発、あ、もしかしたら諦めましたね。さあ、いいですね。3連勝。というわけで、早く僕はゼノがしたいですね。これめっちゃいいですよ。なんか、簡単に説明、僕説明超下手なんでできないんですけど、18枚のデッキを、お互い、18枚のカード、まあ、デッキとかじゃないですよ。18枚のカードがあって、1から10の数字があって、まあ、基本的には数字が大きいのが強くて、みたいな感じで、こう、お互いにカード引いていって、1枚1枚に効果があるんですよね。そう。いや、それがね、絶対面白いの。マジでね、頂点になりたいマダル。やっぱ何でも勝ちたいですからね。何でも勝ちたいですから。うわぁ、これはちょっと嫌だな。タルババ、いい。これクロスどうだろうね。ちょっとむずい。ちょっと際どいけど。オッケー。一発、オッケー、ゲーマーはこんだけね。クロス、これ相性どうだろうね。防衛クロスされても、なんとかなっちゃいそうな気もしますけどね。これ勝てば、過去最高4連勝。4試合することが普段ないんで。いい感じになりそうですが。いやー、これむずいね。これマジでむずい。とりあえずディガーで潰す？そんなうまくいかない。マイホレで、シャットダウン、テスラで蓋をしてくる。オッケーオッケー。テスラ蓋までは読めた。大星が避けるのまでは読めなかった、俺も。まあまあまあ。いや、これね、どうしようかね。難しいね。あのテスラがちょっと本当に邪魔っていうのが、もう一つありますね。なんで、これはちょっと行っちゃっていい気がしますね。うわぁ、なんかいい打ってきた。いや、待って、これ。1体来た。1体。ああ。惜しいっすね。まあ、ババが入る。この俺の報酬読んで、テスラが多分来れないアーチャー。あーだね。まあまあまあ。うわぁ。アードが。これやっちまりよっすね。これやっちまりよ、マジ。攻めすぎ。まあでも言うて、なんとかなるのが、クラロワ、オッケー。いや、意外といいんじゃない？勝てそうじゃね？なんなら。なんなら勝てそう。これ、報酬誘ってんの？これ、ボムで間に合いそう。テスラ？はい。あー、このディガータワーでもよかったかもね。だから結局タルババで守れそうだったんで。とりあえず、ウォールブレイカーでも飛ばしますか。そっち行くんかい。あ、でも、まあ、いいよ、みたいな。さあ、これなんか、むずいっすね。来た！これだ。ここで、僕は多分、積みそうっすね。ちょっと。正直ね。あんまコスト使いすぎると、ただのアドで、お、ワンチャン？いや、入るくね？あー。怖っ。ちょっと待って。このね、静かな感じもめっちゃ怖いっすね。まあ、そっち来るのはちょっとは読めた。これどうしようかな。ファイボック来るの嫌なんだよな。来るよね、これ絶対。あ、で、逆サイか。うわぁ。石膏！まあまあまあ、落ち着け。さあ、耐えましょう。頑張って耐えましょう。ウォールブレイカーで、OK、ウォールブレイカーの方が石膏って言われそうだな、これ。問題はタイブレイカーなんで、こっから僕は、どうにかして削んないといけないんですよね。アーチャーとテスラ。いや、テスラ壊しちゃえばいいか、さては。OK、OK、そしたら報酬、お、待って、入る、お前はいける、お願い、行くー。なんでや。騎兵が足りん。うわぁ、このテスラマジで嫌い。このテスラやばい。このテスラやばいね。このテスラやばい。本当に。このテスラさえ壊せればタイブレイクマジいける、マジいける。気をつけないといけないのは、なんかの事故さえなければ。いや、マジいけるよ。テスラがどっかに出る。
使った、もうファイブ削りさえさせなければいいからね。胞子が端に一生いればいいんだよね。相手はファイブ削りできないから、もうこんな。オッケーオッケー、おお、なんかおしゃれ。オッケー、いやいいいい、え、買ってくれこれ。多分残り30秒、逆に回転早すぎて陸系全部間に合うゲーってことだよね。いい、胞子が入り、あー惜しい。君ならいける、君ならいける。もう一回2体目、これアーチャーに打って拡散入りつつ、ウォールブレイクもワンチャン、ワンチャン間に合いそう。アーチャー1体、え、待って、生きたー、ダーン、はい、グッドゲーム4連勝。いや、これね、でかいっすね。この4連勝はでかい。しかもちょっとトロ上げしてて、6、7ぐらいまで行って、6、5に1回落ちてからの動画内で4連勝。行きましたね。はい。というわけで、2.5。意外と大変かもしんないんですけど、まあ、アイゴルとタルババがいい味出してますね。範囲系に弱いんですけど、ここで範囲系のしっかりターゲットを取って、しかも両サイにどん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 こう、いっぱいね、投げれるっていうので、まあ、お使いください。おすすめします。意外といいかなと思います。というわけで、今日こんな感じで終わります。もう眠いんで寝ますね。お疲れ様でした。バイバイ。